ネクスコ西日本は、来月11日から15日のいわゆるお盆の期間中、山陽自動車道では5キロ以上の渋滞が下りで18回、上りで17回発生するとの渋滞予想を発表しました。発生回数としては、去年に比べ20回多い予想です。特に下りのピークは、来月11日から13日で、東広島市のシワトンネル付近や 福山市の合文トンネル付近などで10キロ以上の渋滞が発生するとみられています。一方、上りのピークは来月13日から15日で、福山市の本郷バスストップ付近や東広島市の入のトンネル付近などで10キロ以上の渋滞が予測されています。ネクストコ西日本はホームページで渋滞予測を考慮したルート検索ができるので。 渋滞回避に利用してほしいと呼びかけています。